はい、こんにちは、116ウィンズです。トレードデッドラインまでいよいよ2週間を切りましたが、今日は日本人選手が動いたトレードが話題となりました。アセチックスの藤浪晋太郎選手がオリオールズへ移籍となりましたね。藤浪選手は今季がメジャー1年目、開幕時点ではアセチックスの先発ローテーションの一員でしたが、なかなか結果を出すことができず途中からブルペンへ。リリーフに回ってから徐々に MLB への適応、成績も改善傾向にありまして、また投げているボール自体は一級品であること、さらには再建中というアセチックスのチーム状況もあって、しばしば藤浪選手はトレード候補として名前が上がってはいましたが、ついに移籍となりました。移籍先のオリオールズは今日ちょうどエール東地区首位に立つなど、現在地区優勝争い、プレーオフ争いの真っ只中にいるチーム。2016年を最後にプレーオフの舞台から遠ざかってはいますが、今季は若手の躍動などもあって久々にプレーオフ進出がかなり現実的な状況となっている中で、藤浪選手はまさにコンテンダーのチームから求められての移籍となりました。アセチックスもよくここまで我慢して藤浪選手をトレードできる状態まで持ってきましたよね。ということで今回は藤浪選手のオリオールズ移籍について簡単にお話していこうかなと思っています。今回オリオールズとアセチックス間で成立したトレードは1対1のトレードとなりました。オリオールズがアセチックスから藤浪晋太郎選手を獲得。見返りとしてアセチックスは26歳のリリーフイーストン・ルーカスを獲得しています。オリオールズは藤浪選手の獲得によって今回ブルペンの層を厚くすることができた。ブルペンのデプスを強化することができ、そもそもとしてブルペンが強いチームでありますが、そこをさらにプラスできたと。一方でアセチックスはもともと1年契約にて藤浪選手を獲得していましたので、今シーズン途中でのトレードは当初から狙っていたことの一つ。開幕直後の惨状を考えたら、よくトレードで何らか見返りを得ることができるところまで来たなと思います。獲得したルーカスも非常に層が厚いとされるオリオールズマイナーの中で、ベースボールアメリカのランキングでは参加30位とそれなりの評価を受けている選手でもありますし、十分なリターンを得たと言ってもいいでしょう。藤浪選手は今季がメジャー1年目、アセチックスとは1年325万ドルの契約ということで、チームから見て比較的安く、うまくいけば大きなリターンも得られるローリスクハイリターンな契約にて加入しましたが、先発ローテーションで迎えた開幕直後は炎上に次ぐ炎上で、トレードがどうとか考える以前の状態でしたよね。開幕4先発終わった時点で15回24失点、防御率にして 14.40、 ブルペンに回ってからもやはりまとまった失点をする試合もあったりと、すぐには好転せず、なかなか苦しい日々が続いてしまいました。しかし6月から徐々に MLB への適応を見せ始め、6月5日以降の16試合では防御率 2.45、 ボロボロだった制球面もこの間は18回3分の1を投げて与えたフォアボールは6個、イニング数以上の奪三振も記録するなど、アセチックスブルペンの中でも信頼されて使われるようにもなっていました。ブルペンに回ってからコーチと共に投球フォームを修正したりですとか、また球種の構成をかなりシンプルにして、最近はフォーシームとスプリットを投球の中心に据えるなど、こういったチーム、そして藤浪選手双方の努力の積み重ねが実を結んだ結果が、ここのところの好成績につながったのかなと。リリーフとしては平均球速が99マイルを超えるなど、 MLB の中でもボールは一級品でしたので、そういった部分も今回オリオールズに買われての移籍となったのかなと思います。オリオールズは現在ブルペンのファングラフ算数のウィンザブルプレイスメントが MLB トップということで、ブルペンが非常に強力なチームです。特にここまで防御率がちょうど 1.00 と絶対的なクローザーのフェリックス・バティスタ、今季ルーキーながらオールスターにも選出されたセットアッパーイェニア・カノーという他球団も羨むような2枚看板を誇るチームです。ただここ1ヶ月強を30試合くらいのスパンで見ますと、少しブルペンの調子が落ちている状況にもありまして、6月12日以降のブルペン防御率は 4.76、 バティスタは相変わらずほぼ完璧な投球内容なんですが、序盤の戦いを支えたカノーですとかブライアン・ベイカーなどはちょっと投球内容が悪化している状況にありました。終盤の戦いに向けてバティスタにつなげるまでの選手たち、6回7回あたりを任せることができるブルペンの層を厚くしたい思惑はおそらくあり、まあ、藤浪選手が移籍していきなり勝ち試合をドンと任されるかわからないにしても、平均で99マイルを投げるなどボールのスペック的には十分そこも担える、全てがうまくいけば勝ちパターンに食い込んできてもおかしくはないような選手という点で評価されていたのかなと。今季のシーズン成績がシーズン成績ですので、藤浪選手獲得にあたっては大きな対価を支払ったわけでもないですし、オリオールズ的にはそこまでのリスクを負わずに面白い選手を獲得することはできたのかなと思いました。またオリオールズは近年リリーフピッチャーの育成がかなりうまくいっているチームでもあります。バティスタやカノーなんかはまさにそのいい例ですよね。選手の才能を伸ばすことに長けているだけに、藤浪選手がオリオールズに行ってからその才能をどう伸ばすのか、ここも楽しみだなと。アセチックスでは MLB 適用への足がかりを作ることができましたが、オリオールズでの指導によってそこから一気に才能開花となれば、これほど素晴らしいストーリーもないでしょう。もちろんオリオールズはコンテンダーですし、今勝つことに重きを置いていますので、今季のアセチックスのようにずっと我慢してくれるわけではない。結果が求められるポジションであり、しかもプレーオフ争いの中でプレッシャーもかかるとは思うんですが、藤浪選手がボルティモアでどんなピッチングを見せてくれるのか、プレーオフ争い中のチームでバリバリ活躍する姿見せてほしいです。
最後にアセチックス側の見返りについてもチェックしましょう。今回アセチックスが獲得したイーストン・ルーカスは今季ダブル A とトリプル A 計20試合に登板し、防御率 2.73 となかなかの成績を残している26歳の左腕です。2019年12月にジョナサン・ビアートのトレードでマーリンズから加入し、今季急速がアップしたことで評価の方も上がってきているという状況です。すでにルール5ドラフトの指名対象であることから、オフまでに MLB の42枠に追加しないと他球団へ流出する可能性はありますが、トリプル A でもう少し成績を上げるようであれば、今季終了までにどこかでアセチックスブルペンでチャンスをもらえるかもしれませんよね。春先の藤浪選手の状況を考えたら、まさかルーカスのような参加トップ30レベルのプロスペクトを見返りとしてもらえるような状況にまで改善するなんて思いもしませんでしたし、まさにアセチックスの我慢が実った、アセチックスの我慢勝ちとも言えるようなルーカス獲得でしょうか。あとはルーカスが中長期的なチームの戦力にもなれば、アセチックスとしては大満足でしょう。という感じで、ここまでざっと藤浪選手がオリオールズでトレードとなったお話をしてきました。オリオールズにとってはここからは大事な試合が続きますが、その中で藤浪選手がチームの期待したようなパフォーマンスを見せてほしいですし、アセチックスも藤浪選手で得たルーカスが将来的に戦力となるといいですよね。当チャンネルでは引き続きトレードデッドラインまで様々な動画を上げていこうかと思っていますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。